カバンの中身チェック。やった。チェック。よっ。チェック。ということで。オッケーなんですか。カバンの中身チェックということで。あ、チェックってやつね。早速ソータのカバン見せていただきましょう。はい、こちらです。本当に普通でいいんですよね、いつも通り。もう全然いつも通りで大丈夫です。これは僕やっぱこっち系が多いじゃないですか。はいはいはい。のちょっといいのを買おうということで伊勢丹で買いに行きました。わざわざこれを。これすごいいいやつだけど見つけてから買いに行くまでめっちゃ早かったよね。めっちゃ早かったです。次の日には買いましたね。ね。言いましたもんね。閉店間際に行ったんですよ、しかも。あの5分前に行って。で5分で決めて帰ってきた。そうです。もうこれって決めてなかったんですよ、正直。うん、ここのカバンが欲しくて、まさひろについてきてもらって。あ、バリの。でも、これがどこにあるかも知らなくて、うん、2人で入った瞬間、もうひたすら調べて、うん、ついて2分ぐらいですかね、正直。決めて。払って。もう店員さんもびっくりしました。びっくりするよね。本当ですか？もうお似合いですけど、本当ですか？でも本当に可愛くて一目惚れした感じの可愛いですね、はい、いいカバンですね。じゃあ中身をちょっと紹介していただきましょうか。もう普通なんですけど、バーッと出しながらですかね。まあバックテッドメモリーズの台本、はい、これはそうです、まあ、舞台名古屋公演がありますんで、はい、で今回の台本あ、今日のね、今日の1日の台本、もちろんいつ見てもいい、細かく。でここら辺はリハ着ですね。うん、ユニクロのズボンなんですよ、これ。めちゃくちゃ調子よくて履いてます、うん、でこれ岡田大江というチャンネルをやってる岡田さんからいただいたベリーウマーバの T シャツをめちゃくちゃ大好きで、僕大ファンで、沢夏くんが共演してから、うん、みんなにもらったんですけど、めちゃくちゃテンション上がったもんね。やばいっすよ、嬉しかったっす。で、帽子たち2個も2個です。気分によって変えるので。へー、これバケットハットみたいなやつですね。これ朝かぶってたね、今日移動で。見てますね。いや、見るだろ、一緒に来てんだからはい。で、こちらフィルムカメラですね。出た。これはもう僕といえば新しいやつまた買ったので。え、また買ったの見せて。冠の時に見せたやつじゃないやつですね、これは。僕がこういうの欲しかったんですよ。先に堀さんが持ってて、僕も欲しいんですよって言って、おすすめ聞いて、これがいいよってなって。すごい持ってるよね。おー、すごいすごいすごい。しかも同い年なんですよ、99年。へえ。1999年で同い年だったんで、もう即ロマン感じてるじゃないですか。これは持ち運んでます。いいですね、趣味で。そしてあ、まあ普通にマルジェラの財布。財布。これ後でそのステッチだけ切っとくんで。ステッチ。あれ。で、まあ、これ家の鍵が入ってるんですけど、この大きさの形なんで綺麗に入ってるんですよ。あ、でもこの鍵のケース、家の鍵が絶妙になんか何にもつけれない。うん、こう。キーリングとかにもつけれないし、だからこれを入れるケースが欲しいんですって言って、それを一緒に探しに行ったんですよ、はい、でバーっていろんなデパートみたいなとか回ってて、だけどなくて、もういいですわって なりかけた時に、はい、革製品のところでおーとか言って鍵入れたら、もうそれしか入らない大きさのマジでそれ以外何入れてたのっていうぐらいのぴったしのね。ぴったし、逆に言えばもうこれ、それだけで今パンパンの状態ですですです、完全に。それ以来愛用してるってことだもんね。これを沢夏くんも探してるんですよ、実は。え、ちょうど良すぎてこれが欲しいと。結構4ヶ月ぐらい、うん、まあ、似てるやつを探してるらしいんですけど、うん、ないって言って。マジで。でもどこで買ったかも覚えてなくて、うん、しかもその時も結構投げやりでさ、投げやりでした、ね、あ、じゃあこれ入るんでこれでぐらいの勢いだあんまり気に入ってなかったね、その時、はい、色もだってまあまあまあいいけどってなって、まあいっさこれでぐらいだったり。もう今ずっとここにつけてます。大活躍の、いい買い物。いや、間違いないです。で、アルコールハンドジェル、これは持ち運んでます ね、まあ、ね、時期的にもそうですね、大事ですね。かわいいっすね、コアラの。はい、マヌカハニーのど飴。へー、これ、ボーカルとして
喉にいいので、でプロポリスのやつがなくなったんで新しいマヌカハニーを持ってきました。これは初めて買ったので、うん、明日からちょっとどうなるのかって試そうかなって思って。なるほど。ゆうせいくんにいつも半分ぐらい食べられてます。今日のためこう見せるためだけに買ったってわけではなわけないですよね。なわけないですよね。やめてください。そんなそんなネタを増やしそうとかそういうじゃないですよね。そういうわけないです。もう普段からのど飴だけはちゃんとやってます。たまたま今日新品だったってだけ。もちろんもちろん。あ、よかったよかった。すいません、ちょっと勘ぐっちゃいました。これがハンドウォッシュジェルなんですけども、うん、ディプティックさんの。これめちゃくちゃいい匂いで、これいろんな種類があって、これあのアルコール除菌にもなってるんですよ、はい、でプラスハンドクリームでめちゃくちゃいい匂いがするので、これ皆さんぜひ匂ってみてください。よかったら同じ除菌もできるハンドクリームみたいな。そうなんですよ。でこれ靴べら。なんで誰か足が合わなかった時用に1個だけ靴べら入れて片足だけしかも中敷きだしね。靴べらじゃなくて確かにちょっとボケをしたくて。うわあ、震えるねこれ。で、大きいくなする。歯磨き、これはまあ舞台前とかにやってますよ。でこれ香水ですね。お、これねレッドクールさん。あの服屋さんで買ったんです。多分一緒にいた時に買いました僕。あ、嘘。匂います。どうせソータの匂いするんだろうな。 あ、もうあんまり匂う前に言わなきゃ。ソータの匂いするわ。めっちゃソータの匂いする。レイ君と同じ反応してるじゃないですか。めっちゃソータの匂いだね。どっち系の匂い？爽やかな感じですね。ですね、柑橘系とかでもないソープ系っていうのは。うんうん。で、あとテニスボール、はい、本当にテニスボールですか？それはもうテニスボールです。テニスボール、テニスボール。なんでテニスボール？ちょっとボケたくて。あとこれゴルフボール。あこれはこれはボケたくて。ボケたくてでこれがあのマイダーツ。これボケたくて。これもボケたくて。アグレッシブ。自分のトップボナスティングの時の得点。これもボケたくて。これもボケたくて。でこれあのリキア、バルスティックボーイズのリキアのシール。これはボケたくてこれもね、ちょっと最後にどんどん。すごいな。でこれケイトのアメージンコーヒーとのコラボのキーホルダー、はいはい、これもう捨てたくて置いてこう置いてこうとしてるじゃん。看板に置いていこう未開封のまま現場に置いて帰ろうとしてるじゃん。でこれ捨てたくてっていう感じですね。うわエンターテイナーだな。いやだからあれっすよ、今日からあの愛知だからそのボケのためにこんなにも6日間をこうやっているのかと天秤にかけたところ、はい、いるといるとボケろと言われたので。でもちょいちょいね、片方だけだとかダーツも1本だとかちょっとやっぱ軽量化してますよ正直もっとでかいの行こうとしたさすがに6日間持ち運ぶの嫌だなと思って。なるほどね。これにしました。いやおもろいな、やってくれたな。イヤホン系とかないんですか？イヤホンここにつけてるんですよね。あ、なるほど。あとヘッドホンはあのメイクとかするから今回は持ってこなかったです。普段こうヘッドホンとかも入れてるんですけど、うん、俺もヘッドホン派になったな。ここ今日つけて持ってないですよね。俺持ってるよ。あ、持ってるんですよね。持ってる。中には入れてる。カバンの中にいろいろ入ってこんな感じですね。なるほど。これだけあのやっていただいてあとは回収してもらって今回ボケてみてどうでしたか？あ、ボケてみて昨日の夜、はい、必死にあのちっちゃいボケを探してきて軽いもののボケを探したんですけど、これが最大いやしっかりと落としてましたね。ありがとうございます。いや出す順番まで考えられて。いやたまたまです。あれは本当はボケたくてのくだりもあると思ってないんであれもそっちが作ったので、あのボケたくてたまたま綺麗に行きましたけど。なくて。いや、よかったです。いや、よかったです。皆さん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。お願いします。そしてコメント欄にてこれからやってほしい企画などどしどし書き込んでください。よろしくお願いします。お願いします。